あ、くしゃみ出そう。はい。うん。こんばんは。ヒロリンさん、かわいい人ありがとうございます。よよいのよ。かぼちゃ先生、聞いてありがとうございます。黒髪は役のためとかでは特にないですね。暗くしたいなと思って暗くしてきた。ちゃんと聞いたけどね、黒にしてもいいですかって。こんばんは。黒髪になりました。ケランさん、かわいい人ありがとうございます。こんばんは。今日はでもね、そんな長い配信はしないかなって感じなんですけど、よいしょ。こんばんは。でもなんか青みがかった黒にした。だからね、地毛よりちょっと透明感のある黒みたいな。トリートメントしたからこのツヤツヤです。12から14にかけて関東で警報級の雨が降る。マジ嫌だな。黒髪になってる。久しぶり。黒髪になったよ。さっきしてきた。日曜日舞台行くのめっちゃ楽しみ。ああ、嬉しい。ありがとうございます。とにかく可愛い。ありがとう。好評でよかったです。なんかやっぱ明るい髪も楽しかったけど、暗い髪の方が楽しいかもしれない。暗い髪も楽しいね。非常に。こんばんは。太陽光に当たると、そうだね、もう今日病院行ったの夜だったから、明日が楽しみ。黒髪似合う。ありがとう。久々で懐かしい。それな。こんばんは。懐かしい。まあそんなこんなでね、キスバイエイトの本番がもう目前ですけれども、皆さん行く準備できてますか？みんな来てくれますか？とっても楽しみ。来てほしい。みんなに来てほしい。よいしょ。天使の輪ができてるね。めっちゃツヤツヤじゃない？あとね、襟足をちょっと切ってきた。襟足がもう伸ばしっぱなしだったんで、後ろがすっきりしました。でやっぱ髪の毛の量が多いからさ、こうやって下ろすとさ、めっちゃ重たいんよね。重い。こけしみたいになっちゃう。こけしシルエットじゃない？だからね、耳かけとかしないといけない。エチさん、ギターありがとうございます。健康診断終わってから金曜日の夜に撮ります。あら、お気をつけていらっしゃってね。発見できたら持ってくレンズの検討をします。お、一番大事。エチさん、ギターありがとう。うんうん。撮影タイムのためにカメラを買いました。えらっ。こんばんは。まあね、雨の予報が多いですから、カメラをしっかり守って劇場までお足をお運びくださいませ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 。こんばんは。友達にカメラ借りたままだ。ちゃんと返してね。こんばんは。今日はどのくらいやろうかな。
愛い、ありがとう。確かにパンフレットとかも濡らさないように、みんな防水対策しっかりしてきてね、雨の予報の日は。遠くを見て視力を鍛えてるので舞台観劇に行かせそう。お、いいですね。でもなんかさ、友達がさ、そのコンサートとかさ、よく行く友達がいるんだけどさ、その子がさ、なんか遠い席の時はなんかブルーベリーのサプリ飲むと本当にちょっと視力がなんか良くなるみたいな言ってた。わかんない、体感としてね。だからプラシーボかもしれないけど、みんなに共有しとくね。元気元気。うちの友達は言ってた、私の数少ない友達は。そんな悲しいこと言わんでってみんな思ったでしょ。それな。こんばんは。楽しみだな。明日小屋入りです。もうね、制作の方とかはあの今日から昨日今日とかでやってくださってるんですけど、私たちは明日から場当たりが始まります。こんばんは。昨日昼休憩の時間に配信してたけど電波悪すぎて見れなかったから、興味出てるし、あー、ありがとうございます。すいません、ここ最近本当にね、朝から夜までずっとリハしてたので、あの私の隙間時間でね配信をしてたので、みんな的にはね、うん、見れないって時間がきっと多かったと思うんですけど、みんな心優しくね、見れなかったけどってそうみんなに怒らないでいてくれて優しいです。みんなありがとう。こんばんは。いや今日はね、あれだったの、ライブパートのレッスンで、レッスンっていうかリハ、もう通しリハーサルでライブパートの前半日分、毎日セットリスト違うから全ての日の分はまだできてないんだけど、4日間分ぐらいのねリハした。もう頭パンパンですよ。みんなが楽しんでくれると信じて頑張れてるけど、頭はパンパンです。こんばんは。こんばんは。もう毎日手にセットリスト書いておきたいぐらい毎日覚えられない。今日はなんだっけってなっちゃいそう。でも楽しみ、ライブパートも楽しみ。とっても今日も疲れちゃったな、リハして。今日朝ね起きんのめっちゃきつかったんだよね。みんな褒めて。今日起きるのめっちゃきつかったけど、頑張って起きてね、ちゃんとねテキパキ準備してね、走らず電車に乗れる時間にお家出れたの。イエーイ、嬉しい、珍しい。マジでいつも走ってんだから。つなちゃんギターありがとう。偉いよ、毎日世界の大人です。偉い、大頑張って、素晴らしい。すごい、みんな大絶賛というか大褒めしてくれるじゃん。何嬉しい、ニコニコしちゃうね。ニコニコしちゃう、嬉しいな。みんながセット甘やかしてくれるから、さやかちゃん頑張れるわ。ありがとうございます。ごめん、今足が痛いから今めっちゃさすってるけど、さすってる音みんな気にしないで。さすってんだ。でも今日ね、
なんかさ、足にねテーピング巻いてレッスンしてたらね、全然痛くなかったの。テーピングの力は偉大だね。久しぶりに感じたテーピングの偉大さ。かわいいセリ、ありがとう。カホコ代表、イエーイ、甘やかされ代表です。体調崩さないにヤクルト1000決めていこう。ねヤクルト1000さ、マジコンビニどこにも売ってないんだけど、ヤクルトでレディさん届けて。痛いの心配、あでもなんか心配させるほどじゃないです。今は結構いい感じ、整骨院行ったら結構いい感じです。でもね昨日ね整骨院行ったらね、かわいそうって言われた。体が多分私がってより筋肉たちがかわいそうって言ってた。そう、もうストレッチとかしてあげないから筋肉がかわいそうだよって。そう、あすいませんすいませんつって。もうさ夜遅くまでさレッスンして日回ってから帰ってくるとさ、まあ、ちゃんとね毎日湯船には使ってんの。偉くない？日回って家帰ってきてんのにちゃんと湯船使ってんの偉いんだけどさ、湯船は使ってるけど、やっぱストレッチとかマッサージはさサボってたわけ。もう一刻も早く寝たくて。そう、そしたらかわいそうって言われちゃった。そう、僕は厳しくいきます。サイリン超絶かわいい。厳しくてそれだったら甘やかしたらどうなっちゃうの。サリに、サリの笑顔に癒されてもらって、嬉しい。こんばんは。さあ体はむちゃ肩ですね。よいしょ。髪黒くなりました。お風呂入ってんの偉い。イエイ。こんばんは。めっちゃよしよしされてる。イエイ。よしよしされすぎて静電気起きそう。でも昨日ね寝る前に洗濯もしたしね、マジで偉い。ゴミ捨ては全然いけてないからゴミ袋いっぱい溜まってるけど、明日捨てるからいいんだ。イエーイ。楽しいねショールーム。で今日ね電車乗ってて病院まで行く電車で爆睡した。もうこんなもうみたいな爆睡でした。病院の帰りはもうね混んでたんでちょっと座れなかったんで寝れなかったんですけど、自分褒めて自己肯定感上げてこ。あげあげ、こんばんは。髪黒いと部活少女っぽくな、確かに幼くなりますよね。病室にも言われた、幼くなったねって。楽しそうでこちらもニコニコ、みんな配信見ながらニコニコしてんのかわいいね。いいね。こんばんは、こんばんは。今日のデレサイリー破壊力ヤバミザワ、ヤバミザワ。さっきからもうオウム返ししてるだけだから脳みそ回ってないのバレてる。こんばんは。なんか元気そうでほっとした。いやそうなんですよ、一昨日ぐらいはもう寝不足でなんか死んでたんで元気なかったんですけど、今日元気だね。ちょっと寝れた。今日は何時間ぐらい寝たかしらね。あ7時間とかは寝たと思う。あそんな寝てないかな。でもねそうちょっと寝れたんで元気です。明日のレッスン着何着よっかな。あでも明日はもう衣装着るのかな。明日は何でもいいか。こんばんは。ももちゃんもせりちゃんも髪の毛、あせりちゃんも切ったの。確かに病院行くとか言っちゃったような気がする。ももちゃんはねそうそうそうロミオのために髪切ってた、メンズになるために。髪の毛黒くなっててびっくりびっくりさせちゃった。こんばんは。で今日病室あれなんだっけな、昨日もさ昨日早めに配信しちゃったから
ああ今日話したいことあるのに夜配信ないしなーと思って喋れなかったから、今日話そうと思ったのに何話そうとしたか忘れちゃったし、何だったかな。昨日じゃいつ配信したっけ。記憶が、昨日何してたのさや、何のレッスンしてたんだ昨日ってもうな、全然毎日必死に生きてるから全然思い出せない。昨日はお昼の時間にショールームしてたかな。ふふ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 、だいりちゃんひーちゃんのおかげで元気になった。あ、それはある。村山チンフォーシュだったのにサリンと話してみたいんですけど大丈夫ですか。え、ぜひぜひお話し会とか来てください、待ってます。村山チンフォーの亡霊として一緒に語り合おう。こんばんは。会議室でやってた、会議室でショールームした後まだ時間があって、なんか昨日ね 3、4時間ぐらいね間が空いてたんですよレッスンの。だからチャルも終わってなんか待機のところ戻ったらなんかお代理がいて、ベカタさん来てありがとう。お代理とねずっと喋ってて、したらひーちゃんも来て、で3人でずっとねなんかさソファーがあるのね、その待機場所に。ソファーに私がこう端っこにこちょこんって座ってて、おだいりちゃんが寝転がってて、おだいりちゃんのお尻の上にひーちゃんが座っててっていう感じで喋ってたんですけどなんて平和な空間なの。こんばんは。うん、そうで3人でねなんかずっと1時間半ぐらいずっと喋ってて、そうでね、ひーちゃんがなんかちょっとカフェオレ飲みたいからえりちゃんコンビニ行こうって言って、そうでじゃ行ってくるね、じゃサリン待っててってなって、なんか欲しいものあるって言ったから、うん、さっきコンビニ行ったからさやは大丈夫だよって言って、行ってらっしゃいって言って帰ってきたら、ひーちゃんとおだいりがベースブレッドをとプロテイン買ってきてくれて、そう優しいんだけど、そうあげるよって、今日の朝ベースブレッド食べた、噛みしめながら食べた。ね、サプライズがとても上手。二人におごってもらえる世界線がやばい。え、でしょ？だって新曲の選抜だよやばくない？選抜だよ素敵です、大好き。でもさひーちゃんとさタメ口で喋ってるんだけどさ、同い年だしタメ口でいいよって言ってくれたからタメ口で喋ってるんだけどさ、まあ、エリちゃんにはさそのちょっと砕けた敬語みたいな、エリちゃんにはっていうか基本みんなそうなんだけどそう砕けた敬語ぐらいで喋ってたんだけど、ひーちゃんと喋ってる流れでお題に話しかけるときめっちゃタメ口で話したもう頭バグってて、もうなんかみたいなひーちゃんに敬語使ったり、おだいりちゃんにタメ口使ったり、なんか不思議な喋り方昨日しちゃった。どうしよう、失礼なやつって思われてなかったらいいなえりちゃん許してねえりちゃん許してね、好きだよこんばんは。ひーちゃんがさ帰ってきてからさ、私さ全然さひーちゃんとさ前敬語で喋ってたのね、ひーちゃんがあのアイザーに行く前
そうで帰ってきてからもなんか敬語で喋ってたら、えなんでひーに敬語なのって、え韓国行く前タメ口だったよねって言われて、あれと思って、そう、まあ、確かにタメ口でいいって言われてね、言われたかもしれないけど、多分当時の私は今よりなんかまだこう頭が硬かったから、きっとタメ口にできてなかったんだろうなみたいな、そうそう言われたけどずっと敬語で喋ってたんだろうなと思ってさ、そうだからいいよって言われたから今見てタメ口、まあチーム一緒になったし一緒にいる時間がねぐんと増えました。 A のリハずっと一緒にやってたしね、そう明日じゃないですか A の初日、今日リハしてましたよひーちゃん、でもさちょっとまあちょっと話変わるんですけど、だいりちゃんってさ京香ちゃんのこと大好きじゃないですか、この舞台一緒にさやっててさ京香ちゃん、もともと京香ちゃん可愛いのはもちろん分かってたけど、めちゃくちゃ可愛い、思ってた30倍くらい可愛いことに気づいちゃったんだよね、さやかちゃん京香多分可愛いぞと思ってめっちゃ可愛い、おだいりが言ってたこと今なら全てわかると思って、めっちゃ可愛い、今回のねタムの、そうさタムって呼ぶんですけど、京香ちゃんか京香タムかタムとか、あの自由な呼び方してるんですけど、京タムめっちゃ役かわいい役、もう私の最高に好きな役が一個あって、ちょっとね幕が開いたらみんなに言いたいんですけど、毎日みんな京香ちゃんに推し変しないか心配ですそれぐらいねかわいいの。サリのユニットなんだろう、ライブパートみんな楽しみにしててん、エリちゃんのライバルには全然ならないので2番手でいいです。そうタムって呼んでる、髪黒くなってる、そう髪黒くしてきました、あそうそう妖精のやつ、そう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 、えそう指方多分特殊、タムとかレイちゃんもチャマって呼ぶし、チャマーって呼ぶもん、あと特殊な呼び方してる人いるかな、その2人かな、その2人はそうやって呼んでる、2人とも可愛いんだよね、可愛い子っていいですね、素敵です。いやなんか舞台の期間マジでメンバーとずっと一緒にいたからさ、メンバーのことが今まで以上にさらに好きになった、もともと好きなのに、タムは前髪切りたいって毎日言ってる、えそうなの、かわいいね末期何言っててもかわいいねって言っちゃう、かわいいねタム、京香ちゃんね可愛いんだよね、なんか最後ふざけてもねニコニコしててくれるからね可愛いんだよね、そうチームって居心地いい、居心地とっても良いです、こんばんは、サリもゆなちゃんの推しメン、そうゆなちゃんがね昨日ねなんかさやとカレンちゃんが本当に推しメンなんだって、でちょうどその3人になったのに、なんか残レッスン上になんか残って自主練してたのが
ゆなちゃんと私とカレンちゃんだったの。だから私の推しメンに囲まれたんだけどって写真撮ってた。かわいいね、ゆなちゃん。はじめまして、はじめまして、こんにちは。京香ちゃんね、仲良くなると、なんていうの、テンションの高い京香ちゃんを見せてくれるから可愛いんだよね。チームメイトいいですね、やっぱ最高です。チームメイトで加入できて僕は幸せですね。そろそろお部屋の掃除しないと埃舞ってる。明日掃除しよう。起きたら明日ちょっと早起きしてお掃除してから家出ようっと。偉いぞさやかちゃん。よいしょ。あとペットボトルがめちゃ溜まってるから捨てに行かなきゃね。タムは人見知りがだいぶ薄れてきた。確かに、なんかみんなの前でさ元気にさ、な元気にっていうかさ、結構素を見せてくれるようになったよね。かわいいな。洗濯とか、洗濯ね昨日やりました。偉すぎて涙出る。それな。なおちゃんなき今推しメンは誰？ゆりさん。ゆりさんだな。エイトだとね、推しメンか、大好きなメンバーはいっぱいいるけど、誰が推しメンかな。推しメンね、みんな大好きなんだけど、どうしようかな。でも推しメンにやっぱするには、その顔が好き、パフォーマンスも好き、人間性も好きっていうやっぱところなので、ね、そう思った。ちょっとなるちゃんかなって今思ったんだよね。全部当てはまるなと思って。なんかね、この昨日かな、ごめん配信止まっちゃった。この前のリハで居残りで振り確認しようみたいな、一回音で一曲やってから、そうちょっとサリンってなったんだね。そうで、なんかもう本当はそれでもリハが終了だったの。もうその曲で一回バッてやって、さあみんな終わりってなったところで、さやが追加になったので、なるちゃんがね、あ頑張ってって言ってね、言ってからね、こうそう何はけていくというかさ、レッスン上をさ、出ていく前に、あサリン頑張ってって声かけてくれたのがマジで、えっ、優しいってなった。いい人だった。確かになるちゃんかもな、推しメン。こんばんは。皆さん、推しメンだなと思ってる人とさ、ちょっとやっぱ上手に喋れないんだよね、緊張しちゃう。好きすぎて緊張しちゃうみたいなね、ことが起きる。みんなもそうでしょ、推しメンとさ握手会とかさするときさ、緊張しちゃうってよくみんな言ってくれるじゃないですか。そうしちゃうよね。そうミユリさんにもするし、確かなるちゃんにもするし、いやでもね待って、りんちゃんも推しメンかもしれないな。うわー、二人かもしれん。エイトだと今回の舞台でりんちゃんと関わることがちょっと、いくつかというか一箇所ねあったんですけど、めちゃくちゃお世話になりまして、
あと A でね一緒なんでね、結構こう一緒に活動させてもらってちょっと推しメンかもしれん。確かにキャプテン推しがち、確かにみんなキャプテン経験者ですね。確かにね、エイちゃんの中で一番元気なのは誰ですか？誰だろう？ハマちゃんとか？明日は16シンパシー初日ですね。明日はゲネ見に行けそう？ね、体が2個あれば行けるんですけどね。マリアちゃんも大好きなんだけど、なんだろう。なんかねあれなんですよ、包容力があるから、そのあんまりこう割と緊張せずラフに話せる。こんばんは。2個ないの？そう、残念ながらね、みんな、そう、みんなご存じないかもしれないんですけど、高橋さやかちゃん体2個ないんですよ。そう、一番元気なのはあなたです。いやー、まさかまさか、なんのことやら。こんばんは。マリアちゃん推しというより彼女にしたい。あー、それだ。マリアちゃんはね、お家にいてほしい、一緒に住みたい、彼女になってほしい。本当にそれです。それですね、答えが出た。それです、それ。待ってさ、誰かもさ、なんかさ、あ、こういう子が彼女だったら楽しいんだろうなって思ったけど、誰だったっけな、この前喋ってて思ったんだよな、忘れちゃった。思い出したらみんなに話すね。割とどうでもいい話だけど、でもまあ楽しいですね、毎日ね。そんな感じで元気に過ごしております。いやー、疲れたな今日も。でも今日は明るいうちにリハが終わったから、こんな日は珍しいということでとても嬉しい。まあ美容院行ったんで普通に満員電車で帰ってきたんですけど、普通に退勤時間にかぶっちゃった。美容院行ったら髪黒いな、なんか違和感すごい。あ、いい匂い。しばらくは黒髪でいくの？え、どうだろう、でもすぐ色落ちちゃうと思う、髪明るくしてたから。そう、なんか違和感やばいんだけど。もう見慣れない髪の毛。黒髪の時はちょっとこうやって分けた方がすっきりするかもね。これ、まあ、これはこれで。そう、ストレッチして寝ないとですね。今日は早く寝るぞ。こんばんは。マジで毎日ショールーム楽しい。どうしよう、どうもしないか。しけんさん黒髪かわいい、ありがとうございます。優しいね。みんなさやがどんな髪型にしても髪色にしても褒めてくれるから嬉しい。みんなが優しくて幸せです。
優しさに包まれてるぜ。似合う。お、マサトさんギフトありがとう。元気なお顔が見れて安心した。やったね。でもね、なんか腕のね、贅肉がね、取れた、痩せた。こうやってやった時にあんまり揺れなくなった。ちょっと腕細くなったよ。ちょっと染めました。今の絵めっちゃ面白かったな。チャリン力こぶないね。力こぶとか生まれてこの方できたことない。筋肉なさすぎじゃない？みんな腕。貧弱な腕でーす。顔も少しシュッとした。え、本当ですか？それはね、わからん。惹かれるのは内面じゃなく、あ、外見、外面、え結局惹かれるのは外面じゃなくて内面やんな、ちょっと再認識。ねえ、内面こんなんで大丈夫ですか？一応ね、動いてるというか、まあ、筋が出るだけなんですよね。この筋がね、ここの筋が出るだけで、こことここの筋が出るだけで筋肉はね、全然膨らまないんですよね。不思議だね。で、腕細いんですよね、足。足は太いのに。なぜなの。目指せユーリーさん腹筋。え、マジでそれ、マジでそれ。髪色が変わってる、大正解。ダバスの効果もあるのかな。毎日プロテイン飲んでるからね最近。えらいわ。サリー腹筋何回できる？でもさ、あれだよ、あの最近やってないけどさ、高校の時、中学も高校も体力テストの状態起こしてあるじゃん、腹筋みたいなやつ。あれ成績良かったよ。そう、あれの成績良かった。最近そのこういう腹筋してないから何回できるか分かんないけど。腕長い、え、さ、腕長いのかな、知らなかった。で、なんかそれね、腕めっちゃね、ほくろが多いの。どうでもいいよね。右腕にほくろめっちゃ多い。左腕は全然ないのに。え、左腕ほくろな、右腕こんなほくろだらけなのに。ごめん、ほくろだらけって言ってもここくらいしかなかった。持ったわ。こんばんは。手足が長いイメージ。ああ、本当ですか？確かに腰の位置高いとご飯の方に言っていただきますね。握手会で内面に惹かれて失った。嘘、そんな大した内面じゃないですけどね。ただただ元気に生きてるだけなんですけど。でもそんなただたださやか元気に生きてるだけでみんなが応援してくれるなんて、そんな嬉しいことはないですな。でも毛利さんのコンサートの時めっちゃ太ってたんだけど、その時よりね痩せた。そう、あの時マジで太った。あれはね、良くない。あれはね、良くないです。まだ痩せたいの？え、全然痩せてないよ、さよ今。結構太ってる。毛利さんの時が、毛利さんコンサートが死ぬほど太ってたけど、それよりはまあ多少マシだけど、全然今太ってる。だからさよは、あと、理想だよね。理想では、
と5キロぐらい落としたいんだけど、多分5キロももう落ちない、頑張れないねそんなに。だからもう見た目を頑張って変えたくて、筋トレしたりプロテイン飲んだりストレッチしたりしてます。私は内面とパフォーマンス入り。私のパフォーマンス嘘、元気なだけだよ。え、すごいねさ、元気なだけでみんなが応援してくれてってこと、そういうことだよね。中身もさ、ただ紗也が元気に楽しく生きてるだけじゃん。パフォーマンスも紗也はただただ楽しく元気にやってるだけじゃん。あれ、なんか元気に楽しくやってたらみんな応援してくれるの、嬉しい、最高なんだけど、みんなありがとう。紗也何もしてないんですけどね。こんばんは。破天荒で飽きさせない、いやーそんなことないですけどね。毎日楽しい。なんかやっぱ喋ることめっちゃ好きだからさ、毎日ショールーム始めてよかったと思ってる。毎日さえの喋りたい欲がショールームによって解消されてる。これねマジで一人暮らしでさ、一人暮らしってさ人間とさその会話しないからさ、そんなにこう喋らないじゃない。まあ私の場合はちょっと喋るんですけど、独り言っていう独り言っていう特殊技能があるので、まあ割と喋るんですけど、でそのなんだろう、中身のあることはあんま言わないじゃないですか、一人暮らししてる時って。だからさ、そう実家にいる時はさママとさ喋って、その喋りたい欲が発散されたけどさ、ショールームなかったらさ結構やばかったと思う。そうよかった。こんばんは。手足、え、足長いから元彼です。踊るの大変そう。あ、蹴り上げのところってこと？さ、あれ踊れるのかな？どうせ絶対にやらなきゃいけないからさ、やんないとね。髪黒くなってたかわいい。ありがとうございます。嬉しい。しげんさん、ちらっ。お、覗いてくれてる。ありがとうございます。やっほー。こんばんは。サリンがニコニコしているのを見ると幸せ、嬉しい。人間話さないとなんか虚しいよね。3月まで田舎で暮らしてたからすごくわかる。いや話さないとなんか元気出ないんだよね。いやでも明日ねチーム A の初日、本当はゲネ行きたかったんだけど、まあさすがにちょっとスケジュール的に無理なんで、まあ明日の公演見に行かれる方いるかもわかりませんけれど、まあオンデマで見る人とかの方が多いかな。あれですけど衣装がマジで可愛いです。中力シンパシー公演衣装がめちゃくちゃ可愛いです。その衣装を可愛く着こなしたいから自分の初日までに、まあ2、3キロ痩せたいシュッとしたいっていう目標で生きています。そう、新公演のフリーレは全部終わってますね。全然覚えてないけど、覚えきれてないんですけど、もういっぱいいっぱいすぎて、一番やばい時に A も同時進行だったんで全然頭に入ってないんですけど、フリーレ自体は終わってるんで、ぼちぼち舞台やりながら復習していつでも出れる状態にしておきたいですね。こんばんは。やっぱ新公演ってワクワクするね。そう、非常に一人仕事が多いので一日中人と話さないことが多々あります。え、結構辛くないですか？私だったら辛いと思う。こんばんは。だからさ、絶対接客業とかで声出しとかないとね、死んじゃうと思う。そう、そのやっぱ向き不向きあるじゃないですか、人間には。そう、黙々としたさ、その作業が得意な人もいれば、結構接客的なそのコミュニケーションを取るのが得意な人いるじゃないですか。絶対さ、その後者ですね。前者は多分やむ、うわってなるから、ちょっと話すの大好きって感じ。
まあそんな感じでぼちぼち終わりにしようかな。眠くなってきちゃったな。みんな付き合ってくれてありがとう。明日も頑張れそう。で明日ね、最終号ゆっくりだから、なんか人によるんですけど明日の集合、私はゆっくりなのでちょっとよく眠れそうです。嬉しい。一旦寝たい。今日もなんだかんだ短かったから睡眠が。一旦ね、一旦ゆっくり寝よう。こんばんは。でみんなお付き合いいただきましてありがとうございました。新しい髪型さやりんでした。ニューヘアスタイル。みんなと配信で楽しめてよかったよ。発見の案内来ました。お、チケットの発見皆さんお忘れなく。お楽しみに、あの劇場までお足をお運びいただければと思います。可愛い方ありがとうございます。嬉しい。昨日見れなかったが今日楽しみ。楽しげなサリー見れてよかった。お、ありがとうございます。さやも楽しかった。やっぱね、昼前にやるとね、新しい人も来てくれるけど見れない方もねたくさんいるから、いつもの時間がやっぱ安心はするね。でもなんか昼間に配信やってからお家帰るともうそのままお風呂入って寝れるからちょっと快適だなとは思ってしまいましたけれどもそれはショールーム終わった後さ、ちょっとゴロゴロしちゃうんだよね。おういっぱい喋ったぜってゴロゴロしちゃうからさ、それがね、それがなかったら絶対ね、いいんだけど絶対しちゃうんだよね。不思議だよね。飲み会からやっと会話された。お、お疲れ様。トミさんギフトありがとう。ということで終わりにしたいと思います。みんなお付き合いいただいてありがとう。ランキング読みます。13位ラッピースさんありがとうございます。12位ともちさんありがとうございます。11位たてもキンキンさんありがとうございます。10位ピアノマンさんありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位オチャムさんありがとうございます。7位キャノンさんありがとうございます。6位ツナちゃんありがとうございます。5位ヤツさんありがとうございます。4位マサトさんありがとうございます。3位カボチャ先生ありがとうございます。2位ヒラリンさんありがとうございます。そして1位はバイコトさんありがとうございます。みんなありがとう。今日もみんなにいっぱい甘やかしてもらって楽しかったです。また明日お会いしましょう。明日も頑張っていこうね。おやすみ。バイバイ。